この世界ジュニアは昨年に続いて2回目の出場でした。昨年は9位という成績でした。出場した女子選手の中で一番成績が下だったということを気にしていたそうですが、今回は優勝です。ちょっとジャンプはミスがあったんですけど、表現力はやはり綺麗ですね。そうですね。女子シングル銀メダリスト、日本の太田雪菜、16歳でした。スパイラルとかやはりステップ一つずつがね、とても丁寧に綺麗に滑るんですね。去年から本当見ると、本当ここまでよくレベル上げたなと思いますね。